はい、どうも皆さんこんにちは、ビルトです。というわけで今回はですね、スカイウォーズやっていきたいと思います。はい、というわけでスカイウォーズやっていくんですけど、ちょっとねマジで聞いてほしい。今回じゃねえわ、今日学校あったんですよ僕。で体育が3時間目にあったんで、体育って体操着着るじゃないですか。で僕着替えるのめんどくさかったんで、学校でワイシャツの下にその体操着を着てね行ったんですけど、マジでね、左乳首がねマジで死ぬかと思った。っていうのもなんでかっていうと、その左乳首らへんにその刺繍が入ってるんですよ、名前の。はい、で左乳首らへんにね刺繍が入ってるんですよ、その名前の、自分の名前の刺繍が入ってて、でやっぱ刺繍ってまあまあいいじゃないですか、あれ映えは、見栄えはいいんですけど、裏がねマジ悲惨なことになる。僕の場合その刺繍がねちょうど乳首の、位置にあって、乳首にねずっとね擦れてねガチで痛かったんですよ。もう乳首ね火傷になりました。はい、で3時間目の授業でね、陸上だったわけなんですけど、ずっとね、走るわけで、まあ長距離だったんですよ、陸上やってて。でやっぱ走ると揺れるじゃないですか、上下に。でね、乳首にその刺繍がね上下にね擦れて、見事に乳首がね取れました。はい、まず取れた感じだったね、あれは本当に。で、家に帰ってね、どんな状況になってるかね確認したら、もうやばかったね、赤くなってた乳首が。なんかあれだよね、本当鉄球鮮度に熱してみたぐらいの勢いで赤くなってた。ガチでやばかった本当に。よいしょ、この人もまた教えていきましょう。なのでね、もしね体操着のね、乳首ら辺に刺繍が入ってる方はね気をつけてください、マジでやばくなるんで。はい、というわけでどうしようかな、あの人出せっかな。頭が僕今ないんで、ちょっとこのブレーザー先にやりたいで、後ろから来てるのはね気づいてます。はい、彼ですね。どうしようかな。やばい、一回逃げます、一回ね、一旦ね。はい、というわけで、今のはね、ノーカンということでやっていきましょう。皆さん、学校どうですか？はい。僕は、未だに友達がね、一人もいないって言った状況ですね。はい。やっぱ学校ってなんだろう、やっぱ一人で行動してると、まだね、始まったばっかりだと思うんで、皆さん。やっぱ友達がね、いないっていうことはね、当たり前なのかな？多分、当たり前。なのかな、男子男勢は多分そうなんだと思うけど、俺の学校ではそうだった。男はね誰一人自分から話してないですね。でやっぱ学校ね、そうやってだんだんみんなが慣れてくるとね、絶対出てくるのがいじめだと思うんですよ。で、いじめられてる方にね、すごいね素晴らしい動画を見つけました。はい、これ見てください。こんにちは、私はいじめを受けて苦しんでいたんですけれども、今では完全に克服して幸せな毎日を送っています。今いじめで苦しんでいる人にぜひ知ってもらいたいです。はい、どうでしたか。はい、これね一見いい動画に見えますが、これ完全に煽りだよね、これは。煽りだと思う、これは。これ良くないね、非常に。ってことでね、皆さんこういったね煽り動画を TikTok に上げるのはやめましょう。はい、ということでスカイウォーズ続きやりましょう。よいしょ。でね、今そうそう、チャンネル登録者がね今911人、今日の段階で911人なんですけど、あとちょっとでね、もう間近になっているのが登録者1000人。はい、
1000人ね、マジでね、やっぱ動画投稿頑張ってるおかげでね、皆さんがチャンネル登録をしてくれるので、だんだんね、増えてきてるんですよ。それがマジで嬉しい。よいしょ。まあやっぱね、ほんとね、とりあえず1000人行きたい。やっぱね、4桁っていうのをね、見てみたいよね。自分のチャンネルが4桁になってるのを。いや、絶対気持ちいいと思うんだよね。てか、あれやりたいと思ったんだけど、絶対やばいから一回引きましょう。で、ちょっかいを出しといて。OK。いいよ。頑張れ。俺は君を応援する。そのストレンスで君を倒す。逃げないでくんね。ストライクショット。ストライクショット。めっちゃ逃げんな。やっば、性格悪い。性格悪いお前マジ。はい、というわけでね、ああやってね、警備ロットで人を落とすやつはやっぱいじめられればいいと思います。はい、というわけでね、引き続きやっていきましょう。まあ、今回こそは勝ちます。よいしょ。で、まあ、いつも通りこっちのチェストを取って取ると。完璧すぎる。落ちたね。あいつは僕のね、雪玉に引かれて恋に落ちましたね、絶対。スケルトンのせいでエンパ1個無駄にした。とりあえず倒そう。オッケー。あれ行こうぜ。ふっ。オッケー。この子も倒そう。オッケー。完璧すぎる。スケルトンをこっち呼びたいね。おいで。お前らおいで。来いって。なんだお前、足だけつけて全裸はね、本当に変態だと思う。どんなプレイが好きなんだよ、マジで。OK。で、まあ僕はね、もう専業主婦なのでね、子供をね、着替えさせるのは得意です。よいしょ。こんな感じかな。で、やっぱね、うちの家庭はね、武力でね、制圧する感じなので、剣を持たせます。OK。これで、ね、いじめられるより、いじめる側になりましたね、彼らは。OK、来ました、来ました。いきます。これで、この武力化をね、OK。あ、待って。なんで逃げんの？ OK、武力化いけ。いいぞ。いじめろ、いじめろ、いじめろ。集団リンチ。OK、いい勝ちましたね。これで。GG。はい、というわけで、ラスト試合にしようかな、これを。勝ちます。今回も勝ちます。まあ、というわけでね、スカイウォーズはね、やっぱ真ん中のチェストをね、誰が取るかによってね、まあ真ん中のチェストを、結局早く取ったやつが勝ちなんですよ。なので、この最初のアイテム、漁る時間をね、いかに早く終わらせられるか、これが大事だと思います。よいしょ、行きましょう。はい、というわけでね、ラスト試合やっていきたいと思います。でね、まあ、やっぱ、スカイウォーズ、は、スカイウォーズは、ね、誰がね、真ん中のチェストを早く取れるか、まあ、やっぱ真ん中のチェスト取った人が、勝つのでね、皆さん、この最初のね、島で取るチェストのね、スピードをね、もっと速くして、見ると、勝率が変わるかもしれませんね。よいしょ。やっぱ、だいたいね、真ん中のね、島にある、飛剣を取っちゃえばね、だいたい勝ちなんですよ、スカイウォーズなんて。あれがあればね、普通に余裕で負けれる。持ってない人間はね、持てば勝てる。だからね、ほんと、マジで、秒で真ん中行って取んないと死にまーす。マジ？なんだあいつは、すんごい。いじめられてたね。よっこらせ、よっこらセックス、よっこらセックスショット。お前セックスジャンプは良くない、普通に。すれ違い通信。オッケー。おい逃げんなって。あいつ多分警備ロット持ってる俺の予想だと。どうしよっかな。あ、下にいるの。え、どこあんた。は？え、ごめんごめん、マジでわからん。来たよ。やっぱね、先手必勝なんで、これは。やばい、こうなってくると、話が変わってきます。こいつ絶対さ、パーティー組んでない？俺のことしか狙わないよね。やば！え、絶対こいつらパーティー組んでる。ターゲットだよ、これ。
え、絶対ダイエットな気がするんだけど、多分俺の予想だとこのザなんとかなんとかと With My Cleo ってやつがパーティー組んでて、あいつ倒そうぜあいつ倒そうぜとかいうね、多分陰キャ童貞なんで、まあ、僕がね2人とも倒したいと思います。オッケー、というわけで陰キャ童貞を倒せたので、やばいってあんた、普通にやってること人間じゃない。あ、はい、というわけで今回は、ただのターゲット、最後のターゲット野郎にねやられました。まあ、皆さんねパーティー組んでるからといってね野良の人をねターゲットするのはマジで良くないのでやめましょう。というわけでね、今回はこの辺で終わりたいと思います。面白いと思ってくれたらチャンネル登録、高評価ぜひぜひお願いします。あとツイッターのねフォローをねマジでお願いします。僕ツイッターもやってるので、ツイッターよかったらフォローしてください。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。